簡単美味しいピントレシピのお時間です。寒くなりましたからあったかいものが食べたいです。ということで料理探求家おいさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。おいさんはなんと YouTuber もされておりまして、ケンタ食堂ですね。ケンタ食堂、はい、フォロワー数伺ってもいいですか？58万人ぐらいですね。58万人ありがたいですね。ピントをご覧の皆様にも分けてください。ありがとうございますぜひぜひ、はい、ということでどんなものをあげてらっしゃるんですか？まあ、あのお料理の動画をこう上げているんですけども、はい、まあ、その日に私が食べるものを基本的にあのアップしているっていう感じですね。お魚さばいたりとかいろいろされてますね。あ、そうですね、はい、お魚やっぱりさばきたいですね。今日はお魚ではないんですが、今日はちょっとあれですね、はい、タイトルから教えてください。すき焼き肉豆腐を作ります。はい、すき焼き肉豆腐ということで主役は豆腐なんですか？お豆腐なんですね。普通やっぱりこうすき焼きとなると、はい、ちょっといいお肉を用意しなきゃいけないかなとか思ったりするじゃないですか、この場合あのメインは豆腐なので、はい、お肉はもう本当にその日ご用意できるものを使えば大丈夫ですね。今回だとひき肉ですよね。またこの季節にぴったりですね。もう最高ですね。では教えてください。はい、はい、では参りますね、はい、まずあの簡単な割り下を作ってまいりますね。割り下、もういつも私は適の糖でやってしまいますこちらの、はい、お水あの100ミリリットルをあの沸騰させてますね。はい、沸いてます。これに、砂糖、はい、大さじ1、あとみりんですね、こちらも大さじ1、はい、あと濃い口醤油大さじ2ということで1対1対2ですね。そうですね、はい、あとは一つポイントなんですが、これにあの牛の油、ほう、あのフェットを入れてですね、これで牛肉の旨味をこうバーッとこう出すわけですね。割り下に肉の旨味をこう醸し出すわけですね。牛脂ってヘッドって言うんですね。そうです、豚の脂がラードで、あー、こちらはヘッドって言うんですか。そうなんです。肉炒める時じゃなくてここの割り下の中に入れるんですね。もうこれがやっぱりもう老舗すき焼き屋の秘伝の技を私がちょっとこう受け継いでご案内差し上げているんですけども、蓋をして、はい、これで5分ぐらいちょっと弱火でこう炊いてまいりますね。と旨味が出てくるんですね。旨味がじわーっと出てくるわけですよね。はい、はい、では具材ですね。具にまいりますね。お豆腐、はい、豆腐ですね、一丁大体8等分ぐらいですね、はい、に切ってまいりますね。ススススッと、はい、こんな感じですね。さいの目に切りましょう。お豆腐と、あとこれネギ、はい、ネギはですね、長ネギさん、あのこれ2分の1ですね、今回最初2分の1本使うってことですね。そうですね、はい、これをまあザクザクザクと、長ネギの価格が落ち着いてよかったなと。そうですよね、最近よく思います。本当にもう同感です。すごかったですもんね。時期ちょっとネギが高くてですね。だよね。今からのシーズンもネギないとやっぱり。ですです。ネギ美味しいですもん。これがないとやっぱ鍋閉まんないですよね。そうです。日頃の労をねぎらわないといけません。なるほど。なるほど。なるほど、いただきました。大丈夫かな、滑ってないから。切りますね。はい、どうぞ。そろそろ、あ、いい感じになってますね。どうでしょうか。おお、あ。ヘッドは牛脂はゆっくり溶けていくのでそのままでいいんですね。そうです、ええ、この鍋を食べている間ずっとこう旨味を出してくれるっていうんですね、はい、うん、でここにでは入れてまいりますね。はい、まずは豆腐、お豆腐を、豆腐をですね、はい、入れてまいります。やっぱりこのご飯にも合いそうなこの一品、体も温まりそうですね。これあの丼にしても美味しいですしね。うん、いいですね。でここひき肉ですね。今日はあのその合いびき肉を使うんですよね。そうですね、今回合いびきなんですけど、はい、これはもう本当に何でも大丈夫です。その日にあるお肉で、鶏のひき肉でもいいですし、はい、豚でも牛でもいいですし、ここにネギをザッと入れて、はい、斜め切りにした、これで蓋をしてですね、はい、弱火で10分ぐらいこう炊いてまいりますね。はい、10分煮るとこれがま
そうしますと、こういうふうにこうバーンと、あら、いい感じに。素敵ですよね。素敵ですね。美味しいよって色してますね。ですね。でこちらにまたあの小ネギをですね、はい、ところどころ散りばめて、これで準備完了ですね。追いネギですね。ですね。はい、これで、本当に、そしてあっという間にできますね。すぐできるんですよね。お好みによってですね、はい、あの卵、もうすき焼きといえばね、卵という方も多いでしょう。卵をこうつけていただいて、はい、でこの卵はですね、まあ、あんまりこうこのぐらいがいいんですよ。今2回ぐらいしかシャシャシャってされてないですけど、あんまりこう一体化させるとですね、味にメリハリがなくなるので、ほう、こういうふうなちょっとこう不均一な感じが美味しいですよね。うわー、深いですね。でこれが、お好みで七味と山椒とですね、つけながら召し上がっていただくとよろしいですね。はい、完成しました。こちらメインはお豆腐です。すき焼き肉豆腐です。ではレシピのおさらいです。今日の材料はご覧のようにシンプルですが、お肉はですね、お家にあるもの何でも大丈夫ということですよ。今日のポイントはやっぱり牛脂、ヘッドを割り下の中に入れるということですね。旨味がぐんと増すそうですよ。お好みで卵や七味、山椒などと一緒にお召し上がりください。ではいただきます。もうあのご飯に合う香りがすごくしてます。ではでは、卵を2回ぐらいでいいですよね。軽くちょっとこのぐらいでいいですか。そうですね、このぐらいで。ではではお豆腐を入れていただきますよ。はい、絡ませまして、あら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 、美味しそう。いただきます。わ、あの合いびき肉にも味がしみしみになってて、その通りですね。卵の甘みと絡まって、おっしゃる通りです、ね、ご飯が進むお味ですね。ちょっと私山椒入れてもいいですか。はい、山椒を入れていただきますよ。よっ、あ、もう山椒のいい香りもいい、してますしてます。おっとっと、うん、ちょっとこう大人の味にまたなって、さっぱり感も山椒でして香りがいいですね。ですね、うん、美味しい。これはすぐ作れますから皆さんぜひ作ってみてください。